ジョン・キーツは、イギリスのロマン主義の詩人。ロンドンのムアーゲートにて柏社屋を営んでいた父、トマスと母フランセスの長男とし1795年10月に生まれる。幼少期は幸せであったが、1804年の9歳の時、父を落馬事故で頭部骨折により亡くなったのが困難の始まりで、間もなく母は再婚したが、再婚相手とはすぐに別れ、子供たちを連れて、 キーツの祖母と同居するようになる。1810年に母も結核で死去。祖母の計らいで下界の徒弟子として奉公に出される。1814年まで徒弟奉公を続けた。期間が満了するとロンドン市内の外ズホスピタルの医学生となる。後に下界と薬剤師の資格を取るが、医学生の頃から試作に傾倒し始める。 1817年の春、ジョンは、ワイト島一週間ほどの旅行に出かけた。同年、諸女衆、詩集を出版した。1818 18年、スコットランドを旅行したが、ハムステッドに戻った後ファニー・ブローンと知り合い翌年、非公式ながら、婚約を交わす。同年これに先立ち、彼は、スコットランドに旅立つ前に、マキ四千両にも及ぶ宮城寺氏、偶意女児史。 エンディミオンを出版したが、評論し、雑誌から激しく批判される。気落ちした、彼は、ジョン・ブラウンに誘われ旅立ち湖水地方から、スコットランドに入り、アイルランドにも短期間渡り、スコットランドのハイランド地方に入ると、マル島や、アイオナ島、フィンガルの洞窟で有名なスタッフアジマにも渡ったが、この頃から、結核の兆候となる、喉の不調が目立つ。 ブリテン島最高峰のベン・ネビス山頂にも立ったが、喉と体調の不調がひどくなり、インバネスから船でロンドンに戻った。弟ジョンはこの後1818 18年12月1日に母と同じ結核で死去。この後ジョンはミルトン風無印誌による哲学的助成しハイペリオンを書き出すが、未完に終わる。これをスタイルを変え開講し、 ハイペリオンの没落として新たに書き始めたが、こちらも未完に終わる。1819年には、秋に寄せて、ギリシャのフルツボのオードなどの代表的オードが、次々と発表された。しかし、ジョンの病状は好転せず、彼は、ファニーとの結婚を諦める。さらに彼の病は悪化し、医者の勧めで、イギリスの冷たい空気を避け、イタリアで療養することになった。 イタリアでの住まいは、ローマのスペイン広場の近くであった。友人の手厚い看護を受けながら、ジョンは1821年2月23日、25歳で死去。ローマの心境と墓地に葬られる。彼の遺言により、墓石には、その名を水に書か,かれし物ここに眠ると彫られている。ローマにあるキーツの墓。ありがとうございます。